お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、こちらのメガナイトホグフリコカツでございます。まあこれはですね、前にもあったと思われるんですけど、前なんかメガナイトロイジェイかなのコカツがあって、それとまあほぼ一緒なんですけど、ロイジェイの枠がホグになって、まあバレルの枠がフリーズになったデッキでございます。で、もう結局ですね、このコカツ枠の、まあ、吹き上げプリン、ギャングスキブコウモリのこの5枚が結局強いんで、まあ、ここでね、あとメガナイトで、まあ、防衛何でもできるんで、まあ、あとはホグ振りで、まあ、しっかり攻めて倒落としていこうっていうデッキでございます。はい。ということで、いくんですけど、なんだろう。結局、相手が結構ジャイサンスペとかあると思うんですけど、ファイブウッドザップとか、ポイズンだったらな、話は変わるか。ポイズンでも、結局、この、プリンとか吹き矢とかをしっかり、位置をね、同じスピルで2体、ウッドだけで2体処理されたりとか、そうされないように、しっかり順番に、スペルを枯渇させてやっていけば、結構そういう3スペ相手にもね、全然勝てちゃうんでね、そこが強いところでありますね。よいしょ。相手は、多分ロイホグかな?さすがに違うか。相手は、ロイホグ説がないこともないけど、そう、ロイホグがね、帰ってきたんですね。普通に強くなってる。強くなってる?いや、ロイホグが変わってないのか。その、修正で。これと、フリーズ。オッケー。神振り。神振りさては。で、このインドラはもう、プリンでいいや。やばい。で、これだけでタワーほぼ落ちるレベルまで削っちゃいますからね。これやばいんですよ。普通に考えてやばい。で、このもうプリンはバイバイして、このマジアちゃんも放置。うわ。最悪だ。このマジアちゃんからのカウンターがなかなかしんどいですね。メガナイトがあればよかったんですけど、コスト的になくて、しゃあないですね。で、今相手のこのポイズンも攻めすぎなんですよね。だからこれでホグコウモリしたら、多分コストが墓石出せるぐらい。ああ、結構あったの、俺。結構あったな、君。まあ、そういうこともありますね。これでもう、ロイフグ来てもメガナイトで、じゃーんで終わりですね。カモン。カモン。え、来ないの、逆に。今回来ませんでしたね。まあ、スケブで受けてあげて、オッケー。やば、これフリーズギャングだな。メガナイトでもいいんですけど、まあどっちでもいいか。よいしょ。で、一応あと左が壊せなかったら怖いんで、いや守ってくんだな。一発押し込む。ちょいやば、ちょいやば。これメガナイトやばい。これ守ります。で、マジアチャを処理してあげないと、マジアチャに無双されちゃう。やばい。まあ、守れてるんでね。あと700守って、700守って、落としたい。で、これ吹き矢。でも吹き矢出したら、ロリババ撃たれる。まあ。これ、惜しい。これ惜しいっすね。これめちゃくちゃ惜しい。この相手のムーブによって勝ち確まである。オッケー。でもプリンとか出してあげて、あ、待って、俺のコウモリどっか行った。で、ロリババイって策でしょ?で、追加ゲーミング。オッケー。ジジ。まあ、危ない、危なかった。どっち危なかったですね。左を変に削りすぎたかな。いや、まあ、いいですね。勝ったんでいいですね。1個。まあ、無理やりでも、もう残り時間少なかったんでね。残り時間少なかったんで、まあ、最後フリーズを使ってるもん、防衛。って感じですね。まだまだ時間あれば、もう捨てて、別に右側攻めたりして、よかったんですけど、時間が少なかったから。しゃあないですね。で、その、ロイフグも増えてるから、普通にメガナイトもありだし、スパーキーだ。厄介なのがめちゃくちゃ、スパーキーで、射程の 0.5 がめちゃくちゃ痛い。マジで痛い。よいしょ。
フリーズ打ちたいな。いや、まあまだ我慢ですね。初っ端からフリーズとか使って攻めて、なんか防衛されてしまった時の、もうなんか、やっちゃった感がやばいんでね。まあ、いけそうだったらいいんですけど、さっきみたいに。まあ、そこは、気分ですね。結局、ああ。これは、ポイズンで両方処理されたくない。これ、ホグで、クリッツ。まあいいな。オッケー。で、これそう、対空に対してすごい強いんですよね。気持ち強いから、対空に対して。オッケー。で、これで、いい延命。で、まあ、吹き矢はやられちゃうか。けど、相手はこのプリンセスを処理しないといけなくて、オッケー。今、ロリババ咲いたから、ああ、咲いたんだけどだな。ホグとかないし。まあ、こういう場合は、ケツメがないと良くないんですよね。多分良くない。めちゃくちゃ良くないんですよ、これ。やっちゃった感がある。あれ？美味しい。相手メガゴを逆サイドに合わせてくれたから。まあ、美味しいですね。で、あれを吹き矢で処理して、ロリババ今ないから。で、ああ、マジかよ。これ、でも、まあ、宝石も壊してくれたから美味しいっすね。で、ベビードラが左に行って、ホグコウモリ。で、ギャングはつけない。あ、ここでギャング。フリーズ。オーケーイ！神。この、今のフリーズと神。オーケー。で、もう落ちたから、もうあと防衛でね、このプリンとフキアを近くに出しちゃうと、ポイズンとかファイブで全部一緒にされちゃうんでね。それだけ違うようにして、することないから逆サイ攻めて、これは耐えたいですね。耐えれないかな。で、リガーはスケブで守る。早かったかな。いや、相手、残ってる。やばい。いや、言うて耐えれるな。オッケー。これ、対空の多さですね。プリンフィキアのコウモリとギャングも意外とね、空に対して防衛あるんで。よし、よし、よしって感じですね。よいしょ。メガナイトが意外と腐ってたけど、まあ、言うてよかったみたいなとこありますね。よいしょ。はい。ということで、ラスト。吹き矢とか、まあ、プリンを咲くのは全然いいんですけど、メガナイトは、咲きたくないって話今してるとこなのに、最悪だ。というのに、ギャングとスケブがなかったから、まあ、そうなんだよね。絶対そうなんだよね。シャアなしですね。シャアなしで、でも逆サイにペッカ工場じゃなくて、工場ババガゴとか来て、結構辛いやつですね、もう分かる、辛いやつ。あと、抑えだった。ここはもう行かないか。うわ。これは立ち悪いわ。あ、でも見て、コウモリ無双してる。やめろ、おぉ！なんで殴んだよ。まあ、よし、よく耐えましたね、メガネと出した分、ペッカに後取られちゃうんでね。あんま出したくはないんですよね。よいしょ。で、まあ、スケブギャングでうまく守って、エレキがあるから、あんまり、ホグコウモリとかもそんな意味ないですね。ズシャーンでね、コウモリやられてホグも止められちゃうんでね。まあ、こっからですよね。でも、コジョババ受けのメガナイトからのカウンターの方がいいと思うんですよ。全然いいと思うんですよ。いやでも、あ、これ吹き上げ1逆ですね。ポイズン打たれるか。いや、いいよ。吹き上げ働いて。さすがに働かないか。まあ、左強してもよかったけど、まあまあですね。で、今相手ザップ多分使ったよね。痛い、最悪。これフリーズボーイですね。痛い。まあ、ちょいやばなんですけど、やば、めちゃくちゃ攻めてくれよ。これ多分止まるよ、でも。うん。よし、アド取りました。
あと撮ったんだけど、ゴーストがめちゃめちゃしんどい。あー危ねー、やば、今完全フチってた。相手が見てないところでフリーズしたら行っちゃったけど、言うて、あー終わったー。これはこれな、勝てないのかな。でも全然いけると思うんですけどね。いけると思ってはいるんだけど、かなわない気持ちだけね。グッドゲームですね。メガナイト、多分一回裂いた方がいいんですよね。多分裂いてからのメガナイトホグで、多分同裂ですね。同裂でメガナイトホグして、まあ、コウモリギャングつけて、で、フリーズで、まあ、固めてホグを確実に殴らせて、落とすのが正解だと思われるんですけどね。その場面作れなかったですね。まあ、しゃあないですね。はい。というわけで、あんま、前と環境がそんな変わってないんですよね。なんかドラドラバルーンがいたりとか、この辺だ、ペッカ工場とか、正直あんま変わってないっていうのがありますね。なんで、まあまたババコア三種とかフリーズ三種か、71に行ったのが僕とババコア三種のフリーズだったんで、まあ、それら辺も動画にできたらなと思います。はい、ということで今回は終わりにしたいと思います。よければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。ではお疲れ様でした。